アルバイトチャンネル。はい、アルバイトチャンネル上本です。清水です。今回のアルバイトチャンネルのゲストは、はま寿司でアルバイトされていたゆきなさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はま寿司、回転寿司でしたっけ？はい、そうです。どんぐらいバイトしてたんですか？1年半ぐらいです。1年半ぐらい、結構長いですね。はい。どんぐらい前ですか？高校1年生の時と高校3年生の最後の方なんで。おうおお、2年前ですね。なるほど。じゃあ出戻りってやつですねあの風俗業界でいう一回辞めた店に戻ってくる場所ってどこら辺ですか？千葉県。じゃあ1年半のちょっとはま寿司のお話いろいろ聞かせてください。はい。どういう業務をされたんですか？キッチンとホールに分かれてて、はい、キッチンの人があの回ってるお寿司を作って提供する。揚げ物とかもキッチンでやってるんですけど、でホールの人はお寿司片付けたり、主に接客とかお会計と、あとドリンクもホールの人が作ってます。なるほど。それは完全に分かれてるんですか？基本分かれてるんですけど、人足りない時はホールからキッチン行ったり、キッチンの人がホール手伝ったり。結構バッシングがたまりやすいので、はい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 、キッチンの人がヘルプで来てくれることは多かったです。ホールやってて急にちょっと今日ヘルプでキッチン行ってとかやって、寿司って握れるの？気になります。ネタが置いてあるので、はあはあ、それを場所見て、お米の方はなんか機械でできるので、はあはあ、お皿にできたのを乗せて置くだけなんで。すごい、超簡単そうなんですよ。じゃあもうあるのにペッてペッてこうやっとくだけのお仕事ってことですか？そうなんですよ。キッチンの方が楽じゃない？なんとも言えないです。なんとも言えない体感どっちの方が好きでした？いや、ホールが好きですね。おー、私はそれなんでですか？人と話すのが好きなので、はい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 、接客楽しかったです。結構面倒くさいこととかなかったですか？外人さん結構多くて、はいはい、外人さんの方って宗教とかで食べれないものとかあるんで、アレルゲン結構聞かれる方とか多かったり、あと常連さんの外人さんとかだとエビ天の握りっていうのがあるんですけど、毎回新鮮なやつがいいって言って、あの作り直してこいって言われる方とかいました。面倒くさ回転寿司ってこうずっと回ってるじゃないですか。めっちゃ私それ気にしちゃうんですよ。あれ絶対汚ねえだろって思うんですけど。めっちゃ思ってるぶっちゃけその辺どうなんですか？あれ注文した方が新しいものは作るので新鮮は新鮮ですね。注文したら絶対新しいの本当に出てきます？出てきます。本当ですか？はい。回ってるお寿司もちょっと何週か忘れちゃったんですけど、時間でもう廃棄になるので、はいはいはい、そんなに新鮮度が低いわけではないと思います。何周したかって分かるもんなんですか？機械でやってますね。お皿にチップみたいなのが埋め込まれてるんじゃないかな、確か。5秒に1皿とか廃棄になっちゃってますね、結構。もったいない。ハマったね。最近ハマりますね。時給どんぐらいでした？高校生が900円で、はい、一般の人が950円で、はい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 、土日が60円アップ。高校生で900円ってどうだったんですか？高かったですか？地元だと結構高い方でした。おー、なるほど。上がっていきました？1年半バイトリーダーみたいな人は高いっていうのは聞いたことあるんですけど、あとボーナスがあるとかも、はいはいはい、基本普通の高校生とかは上がらないですね。バイトリーダーってどういう人だったんですか？大学生でも結構いました。あ、大学生でもいたんですか？はい、いました。じゃあその何年選手みたいな、すごいもうやべえなこいつフリーターでまだバイトやってんのかよみたいな人ではなくてじゃなくて普通にバイトしてたらなれるみたいな。はい、そうですね。はま寿司ってツイッターかななんかで問題の動画で話題になったじゃないですか。お客さんがちょっと撮ったのをもう一回戻しちゃうみたいなとか、ぶっちゃけよくありました？ファミリーが多くてちっちゃい子とかが分からなくてやっちゃうっていうか、ふざけてやっちゃうみたいのはありましたね、はいはいはい、で隣の席のお客さんにあの子戻したんだけどって言われてすいませんって言って撮ったりとか、はい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 、そういうのあったんですけど、わざとっていうのは私のところではなかったですね。回ってるやつ食べらんないじゃんだって全員が全員気づくわけじゃないってことですよね。ちっちゃい子多いんだけど。そうですよね、家族連れが多いですよね。以前別のお寿司屋さんですけどね、一回ゴミ箱に捨てたお魚をもう一回戻してちょっと調理してたみたいな動画が上がったことがあるんですけど、はい、そういうのってあったんですか？全然ないです。全然ないですか？ないです。なるほど。どちらかというとはま寿司の方が安全なんじゃないかと。はい。まかないってありました？まかないありました。 45% 引きで食べれるんで、はいはいはい、60円ぐらい一皿。それ皿換算なんですね。そうですね。何皿食べてもいいんですか？1000円以内1000円以内とかだった気がします。まあでも1000円以内で一皿60円だったら結構食べれますよ。毎日食べてました。それ自分で作って食べるんですか？キッチンが忙しい時は勝手に自分で作っちゃうんですけど、だいたいキッチンの人にお願いして作ってもらってました。オーダーできるんですか？はい、できます。じゃあ私マグロとアナゴでみたいな、なんか紙に書いてはいって渡して。へえ、それはちょっと楽しいですね。毎日毎日ちょっと別のネタ頼んだりとか。そうですね。月どのくらい稼げました？5、6万とかですかね。まあでも高校生で5、6万あったら、まあ十分っちゃ十分
る分ですよね。そうですね。はま寿司で働いてて、私だったらちょっとこのメニュー食べないなみたいな。あ、ポテトとかですかね。揚げ場見てると衛生的にどうなのかなってちょっと思っちゃったりするんで。揚げ場汚い説っていうのがあるんですね、やっぱり。はい、そうです。そんな汚かったですか？結構モスバーガーでもポテトが食えない、はま寿司でも食べれないってなったら、ポテトあんまり食べるべきじゃないのかもしれない。ポテトでもすごい人気なんですよ、はいはいはい、だから何とも言えないんですけど。はま寿司のおすすめ、人におすすめするんだったら100点満点中何点ぐらいですか？80点ぐらい。おー、結構高い。マイナス20点の理由は時給結構きついんで、はいはいはい、混んでる時とかもうちょっと欲しいなって意味で、もうちょっと欲しいなって意味でちょっとマイナス20点、わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、じゃあ今回のアルバイトチャンネル、ここら辺でどうもありがとうございました。アルバイトチャンネルでは視聴者皆さんにアルバイト辞典をプレゼントしています。バイト探しに役立つ情報が盛りだくさん。またアルバイトチャンネルの出演者も募集しています。詳しくは概要欄をチェック。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。またね。